よいしょよいしょ。肩穴開いてるよ、肩。これファンの方にいただいたです。はい。ということでですね、19時に TikTok を投稿したので、20歳最後の。だから、19時ちょっと過ぎまでコメントしてて、コメント返ししてて、10分くらいに始めたけん、終わる時間先延ばして、21時40分とかに終わります。はい、ということで、なんか改めて1年間ありがとうございます。卒業するみたい。ある意味卒業なんですけど、よいしょよいしょ。はい、なんか楽しかったです。あっという間でしたね。アオンさん、あ、嬉しい、タワーありがとう、嬉しい。そう、みんながタワーを投げてくださると思って、ここ最近ショールームしてなかったんですよ。はい、わーい、ありがとう、アオンさん、タワーありがとう。なんか言ってほしい言葉ありますか？20歳最後だよ。言ってほしい言葉ないんですか？この流れのターンなら全然言ってほしいコメントを言えれる。アオンさん、ないんですか？探さなきゃ、どこにいるんだろう。コメントの流れが早すぎて。アオン、どこだ？じゃあ、ミクが考えようかな。ニクが考えますね。アオンさん、いつも応援ありがとうございます。タワイもありがとう、大好きだよ、ありがとう。ありがとう。あ、ビビアン卒業発表したんですか？めっちゃね、何個かコメント書いてあるんですけど、卒業はトレンドって。そうなんですか、したね。だって、あ、私はもう全然前から聞いてたからびっくりしないんですけど。ビビアンもね、自分でちゃんと決めて新しい道へ行くということで応援します。ビビとはなんかプライベートでもエレタンとか含めてなんか遊んだり、まだ2人はないかな、なんか遊んだりとご飯行ったりとかするんで、はい、全然聞いてたんですけど、私は割とメンバーの卒業は聞いてますので、まあ、びっくりすることはあんまりないですね。うん、知ってるか感づくかどっちかなんでないですね。でもほとんど知ってます、私は。だからあんまびっくりしないけど、ファンの方はびっくりだよね、悲しいよね。はい、ということで、悲しいけど新しい推しを見つけるか、もうビビアンずっと応援するか、もういつか来るんだから。いつか来るんだから。あ、そして話変わるんですけど、今日は19時から21時40分までショールームして、そっから誕生日を超える配信っていうか、なんか誕生日過ぎたらもう SNS 投稿するって決めてるので、24時過ぎにすぐ投稿しようって決めてるから、忘れないためにっていうのもちょっとあってね、すぐ寝ちゃうから最近忘れないために、24時本当にちょっと前ぐらいにインスタライブの方をさせていただいて、そっからまあ、またぎというか、まあ、なったーブチって切る感じなんですけど。まあ、21歳になる瞬間を、まあ、一人じゃなく、皆さんと一緒に迎えられたらいいなって思います。なので、インスタ入れてない方多いと思うんですけど、みんなインスタ入れてね。結構毎日並みに最近投稿してるから、入れてね。よろしくお願いします。はい。まだ早いですよ、誕生日おめでとうっていうのはインスタライブで言ってください。インスタライブやるので、絶対見てね。インスタライブ来なかったら本当に怒るから、ほんまに怒るけんね。インスタライブ来てね、アミクって。あー、カムサムニだー、うん、
コマオ、カムサムニダ、わからん、韓国語わからん、ありがとうございます、コマオよ。はい、まあ、いっぱい時間があるからたくさん話していけたらなって思います。はい、TikTok も上げたから見てくださいね。まず TikTok 見てくださいね。 TikTok、 Twitter、 Instagram、 Weibo はまあまあ投稿するかしないかみたいな感じなんですけど、見てくださいねちゃんと。はい、ちょっと怒るからショールームも見てほしいし、恥ずかしい、インスタライブ恥ずかしいんですよ本当に、あんましないからさ。でもちょっとぐらいの時間帯だけやからいけるっちゃいけるんだけどインスタライブも見てください、お願いします。はい、で最近ですね、なんとめちゃくちゃ伸び期なんですよ SNS が。それもツイッターはここ最近ずっと1万いいね超えてて、なんかいつもだったら6から8、9千いいねぐらいなのが1万いいね伸びててえぐいよねって。あ、そうなんですよ。で TikTok も2日前ぐらい投稿したのがもう100万再生いきそうな身で、5万いいねとかいきそうで、で鬼バズした TikTok が310万再生で11万いいねか10万いいねいってて、なんかここ最近の TikTok も全部1万いいね超えさせていただき、インスタも、そうインスタも昨日かな、ちょうど21歳になるって時に21万人フォロワーいったんですよ。めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます。やった、私のインドネシアからのあなたのファンです、ありがとうございます。私の目標が25万人ツイッターとインスタ行きたいなって気持ちだから、25万から30万人フォロワー行きたいなと思うので、フォローしてないんですよ意外と。ミクのこといいねしてくれるけどフォローしてる方が少ないのでフォローしてくれたらいいなって思います、お願いします。最近のウィキなのでこのまま順調に進めていきたいなと思います。フォローしないと怒るけんね立てた怒るけんね、しょくまくん健在です。はい、だってあ、ドアのぼうくん怒るからね。奈良さん全部フォロー、全部フォローして。モネちゃんおめでとう、ありがとう。水地こ、こわ、水地はでも言わんでもね、やってくれとるけんね、ピンクのあのアイコンとかでねカツオちゃんを変えたい、怒るけんね。こんばんは、だって葵さん、あ、いつもコメントありがとうございます。こんばんは、今日の私服お2回にやったー。今日の私服ね、なんか独特なんですよ、かわいい。このなんかここがちょっと開いてて、肩が開いてて、こんななんか感じのちょっとピチッとしてて恥ずかしい感じのお洋服になって、ちょっとガーリーセクシーみたいな感じなんかな、お洋服になってます。うん、はい、ちょっとソファーの上、暑いに、あ、寒いなって思ってさっきめっちゃ鳥肌立ってたから、あのほぼ暖房並みに暑くしたんですよ。したら普通に暑かった。よいしょ。ちょっとこっち来て。髪の毛結ぼうかな。結ぼうかな、いいかな。白熊くんを後ろに置いて、うん、髪ね伸びましたね本当に。
あ、これ TikTok の服です。そう、今日あげた TikTok の服今日撮ったんです。今日はもう朝起きてメイクして今日は TikTok 撮るぞって決めてたから TikTok 撮ったんです。で、明日は生誕祭だね。明日は生誕祭、なんかファンの方に嬉しい報告たくさんできるのが本当にいっぱいあって嬉しいです。当日生誕初めてかな、今まで初めてな気するんやけど、多分去年当日オフで、オフだったっけ、でもエレタンが当日生誕だった気する、わからん当日生誕、今年は当たってよかった。おー嬉しい。でもしかもなんか去年はなんかが変わったのか、結構ミクじゃないファン、ミク推しじゃない方が多かったんですよ。はい、あ、去年は写真集の渡し会だったかも、誕生日当日。え、待って、もう記憶ないんだけど、やば確かに誕生日当日お渡し会だった気がする。あ、そうだったかも。もう、あ、そうだかも。そうだ。そうだったかも。そうだ。全然記憶ないんだよ。うちやばい。でも、とりあえず、生誕祭が明日当日にできるのが嬉しいのと、14日に、EX 大衆さん表紙発売するし、祝っていただきました。お先に。私、嬉しいです。ありがとうございます。舌が回らん。あ、めっちゃ早いですね。ちょっとめっちゃ充実してました、本当に。今年だってずっと雑誌の表紙続きでありがたいですし、ありがとうございます。まあ、いつもと変わらずゆるくお話ししていけたらと思います。鬼のように滝コメントがおめでとうって来てたから、もうありがとうって言っときます。ありがとうございます。でもあのインスタライブも来てね。待って、鬼寒くなってきたインスタライブも来てくださいね。本当にいいね。恥ずかしいんですよインスタライブは。でもなんかみんながいると、ここにいるみんなが来たら安心するっていうジンクスっていうか本当なんだけど、魔法だから来てくださいなんかこういう感じにアバターがあって、なんか名前もちゃんとあってっていうのじゃないからさ、なんかわかんないんですよ。緊張しちゃうから。そう、人が変わっちゃう。でもちょっと恥ずかしいから、インスタライブもすぐ終わる予定なんだけど、まあまたげればいいかなみたいな感じです。あの、たくさん祝ってください、一人だから最近家族とも全然祝えてないのだから、お願いします。今日も誕生日前日っていうのをあの TikTok 撮ってると時に知って、あーみたいな、そういえば明日私誕生日だって思って、で、あーって思って、じゃあ TikTok あげようって思ってあげて明日そういえば生誕祭じゃんみたいな、そんな勢いです。びっくりします。そうだよ、だってびっくりしました。でも本当に誕生日はすごい幸せな気持ちになってて、なるんですよ。なんか最近なんかやたらとテンションが上がらなくて、ってなりがちやったんですけど、なんかファンの方と触れ合ったりとか、動画作ってくれるとか言ってたの楽しみだったりとかで気分が上がる、嬉しいです。服可愛いです、ありがとうございます。ちょっと下下すぎたかも。ちょうど、あ、これね、ピアスじゃないんだ。ピアスはね、一生開けれないの。痛い、痛いから、痛そうだから。
ちょうどオタク友達が誕生日続いてるから9月生まれって結構いるのかなってなっているの。メンバーは9月10月誕生日のメンバーが多くって、結構その時期はなんか墓誕生会の人数多かったりとか、なんか生誕祭続きの公演だったりする。これねピアスじゃなくて、これミオちゃんのブランドなんですよ。そう、蝶々かわいいで、これはなんか磁石用のやつでくっつくやつなんですよ、こうやって。そうで、こう耳と耳の間を通ってくっついてくれるんです。はい、すごくないですか。なんかピアスっぽく見えるっていう、だからこういうピアスっぽく見えるのも売ってあるから、ピアス開けたくないというか、痛くそうで開けれないんですよね。ひよってます。これすごいよね。これピアス開けれない、怖くて開けれない人におすすめです。はい、誕生日おめでとう、ありがとう。肩こりに良さそう。どういうこと？ほっぺでもつくんかな、分からん。鼻とかにつくんかな。さすがにその開きすぎてるところには無理かも。無理かも。薄いところとか、こことか、ほら薄いところにつく。アウチ。耳たぶがミクは本当に薄っぺらいんですよね。だから そこにつけれる。よしなさいって、あ、バレた。唇につけようとした、バレた。すぐに福岡へ出発する。インスタライブと生徒さん楽しい。インスタライブ来てね。誰かタワーを。パンダさんだ、ありがとう。パンダありがとう。20歳最後ありがとうございます。なんかこうやってみんなに祝われると本当に嬉しくて泣いちゃいそうになっちゃうんですよね。ありがとうございます。涙もろくなっちゃう。こうやってみんなが応援してくれるというか、みんなに祝われることって、アイドルになってなかったら絶対こうやって大勢の方に祝ってもらえることなんてないから、もう泣いちゃいそうになっちゃうよ。ありがとう、嬉しい。泣くの？泣きません。でもうるっとは来ちゃう。なんか嬉しいなって、幸せだなって、ありがたいなってなる。うん。ミクさんは疲れてるとき寝ますか？疲れてるとき、寝るというか、まあ、ベッドにゴローンってなるかな。立てれないんですよ。で、座るのも足痛くなったりとかお尻痛くなってするけん、寝るかな。とりあえず自分の居心地のいいところ見つけて横になるかな。結構ね、横になります。うん。21歳の抱負は、それも明日の生誕祭とかで話していけたらなって感じです。もうネタがなくなっちゃうから、とりあえずは20歳ありがとうっていう気持ちを込めて、いつも通りのショールーム配信しようかなみたいな感じです。本当にネタって、ネタがなくなるの、話す、ね、ネタがなくなっちゃう、うん。ネタって言わんといて、分かった。今のはカットでお願いします。お城来た、かっこいいお城になってる。しかもっていうか、このさ、背景が、誕生日の背景って懐かしいね。あ、まただ！青さん、またありがとう！嬉しい！青！ありがとうございます。嬉しすぎる。くしゃみ出そう。くしゃみ出そうだ。青さん、ありがとう。友達の分！ありがとう。友達の分！ありがとう。嬉しい。お友達ありがとう。青、ありがとうな。お友達ありがとう。わーい、やった、誰かと一緒に見とるんかいな。ありがとう、嬉しい。くしゃみです。やった、あ、そう、タンプレ欲しいものあるってめっちゃ来る。うん、タンプレ、タンプレ
タンプレミクにあげたいものでいいですよ。欲しいものはもうお洋服、化粧品とか。化粧品はねダメなんですよ、 NG なんですよ。タンプレはずっとミクを愛する券とかが欲しいですね。ずっとミクを愛してくれる券とか、あの持っていただいて契約してほしいです。物だよね、物ね。な、欲しいってねないよね。ないな、ない。どうしよう。だからミクに着てほしい服とかがあったら、服だったり、ミクにこの靴似合うんじゃないかなって思ったらこの靴だったり、結構もうないね、ないかも。欲しいもの、あ、もう物欲ないけんね。どうしよう、いつも困る。誕生日の時困るんですよ結構ね。前も話したと思うんですけど、本当にこれが記憶に残っててね、なんかスタッフさんにね、なんか誕生日だし、なんか欲しいものとかあるのとか聞かれた時にね、いや本当物欲がないんですよねって言って、欲しいものですか、って考えてたら、なんか寂しい人だねって言われたのがめちゃめちゃ今でも心に残ってて、頭に残ってて、で私そのスタッフさんだったんですけど、なんかムキになっちゃって、えみたいな。別になんかその物欲ないからって寂しい人とは限りませんよみたいな、もうないんですよでもみたいな、でも寂しく ないですよって言ったんですけど、なんかなんか悔しくって、じゃあもう普通に欲しいもの考えようって思って、うんって考えた挙句、人気が欲しいですってスタッフさんに言ったんですけど、スタッフさんが俺じゃどうしようもできないなって言って、応援しとくけどって言っててだからな、私本当にないんですよね、欲しいもの。人気も欲しいです。でも身長と人気が欲しいです。その身長は別もいいんですけども、はい。だから愛が欲しいですはい、愛が欲しいです人気あげるだって、ありがとうございます。あなたが応援してくださるだけで、私の清き一人ファン一人増えるんで、ありがとうございます。嬉しいです。タワー来て、水っちだ、水っちタワーありがとう。水っち明日にタワー我慢するんじゃなかったんですか。いいんですか今日投げて。明日もあるんですよ。明日仕事で祝えないから、今日投げた、これからもずっと好き、大好き、ありがとう、おめでとう、だってめっちゃ愛に詰まっとるやん。ありがとう。明日来れないんか。でも今日インスタライブは来れるやんな重いかな。今日の夜のインスタライブは来れるやんな。おうだって、やった。明日来れないのは残念ね、残念すぎる。でも今日のインスタライブ来れるやんな、なら全然 OK。 明日はだって21歳になって なったら20歳最後は今日しかないけど、20歳の最初はね、あの いつでも最初になるからね、みんなが見たらね。もう誕生日配信明日できるのかな。でも一応なんかそのセンターさん終わった後にもう一つ仕事があって、でもその仕事の案件が来た時に、そのあのマネージャーさんに、あのすいませんショールームするって言っちゃってますって言って、で、あじゃあ別日にできこれはこの仕事はできるからって言ってやってもらったから、多分家着いて生誕祭って結構押しますよね、押してまあショールームできるかなって感じなので、一応できます、一応できます。マネージャーさんも協力してくださりのありがたい。タワー来たよって、本当に、あゆうちゃんだ、
ゆうちゃん、ありがとう、ありがとう、ゆうちゃん、ゆうちゃんとありがとう、大好きよ、うん、みんな大好き、ありがとう、ゆうちゃん、はあ、ゆうちゃん、何そんな調整もしてたとか偉すぎだろ、みくもも、ぺさん全然偉くないです。でもなんかファンの方がなんかこれを何時にやります、これ何時に投稿します、これをこうしますって言ってくれる、それが楽しみみたいな、その待機する時間が楽しみだったり、この時どんな写真が上がるんだろうって楽しみだったりとかで、あ、ファンの方もそうやってみくが投稿するのみくもワクワクしてるんですよ、ドキドキワクワクしてて、それをファンの方もなんか一緒にドキドキワクワクしてるのが可愛いって思って、ほんまに本当に可愛いって思って、だからそう嬉しいです、そうやって言ってくれるので。他マネージャーさんもできる限りの協力してくださって、仕事の調整してくださってしてくれたので嬉しいです、はい、やった、確かにワクワクするわよ。だってみくも金曜お家だけど本人不在の誕生日会やったの、楽しかった本人不在の誕生日会、本人不在の誕生日会ってどういうこと、うん、タイムラインがみくりへのお祝いで埋まるのめちゃくちゃ好き、うれしい、わーい、やった、 TL ね、 TL が埋まる、嬉しい、トレンド入りしたい、お願いお願い、難しいかな、トレンド入りしたいです、ハッシュタグ田中みく生誕祭、田中みくトレンド入りしたい、お願い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 、そう2022は入れなくていいです、ハッシュタグ田中みく生誕祭、ハッシュタグ田中みくお願い、トレンドに乗らせて。でもなんかこの間もトレンド入り乗ってたみたいです、何もないけどトレンド入りしてたみたい、嬉しい、最近トレンドさんミクのことをしてくれてるかも、願い、乗りたい、乗らせてください。でも夜中って難しいじゃんね、朝になって入っとったら嬉しいけどね、お願いします、皆さん、みーもツイッターすぐ投稿するけん、20時過ぎて、今日はカラオケもできるし何でもできるよん。ビビアンの卒業めっちゃ寂しい本当に。でも私意外となんかビビアンとはその楽屋で会うぐらいで一緒になんか出たりとかなかったから、実感が本当に分かん。アオンさんまた、え、嬉しい、しかもなんかこう初めてもらったよ、うさぎさんだ、え、嬉しい、アオン、あおあおさんありがとう、嬉しい、ありがとう、さっきまでさ実は横になってたからメイクも髪も崩れててちょっとブサイク、いやんありがとう、あおさん嬉しいよ、ありがとうございます、ありがとうございます、ビビアン卒業する、ビビアン卒業するした、発表したってファンの方が言ってた、結構何人もの方、それで嘘だったら私びっくりなんだけど本人いないけど飾り付けしたりケーキ作って祝うこと、写真あげるから見て、見るに決まってる、ありがとう、やった、ミクニにたっぷり愛あげる、え、おいしい、ありがとう、みんな TikTok 今日撮った時、 TikTok 今日ね5本6本ぐらい撮りました嬉しい、モズコラボ届いたけどいい、だって、やったー、ありがとうございます、嬉しい、ツインテールしようかな、なんかせっかくこの髪型ってツインテールが合う気がする、しかもあの髪の毛結べるようになったんです、伸びて、だからツインテールします、
イヤリングも変えて、よっこいしょ。そう、めっちゃ撮りましたよ。ここで結構皆さんはツインテールがお好きかもしれないので、静香ちゃんみたいになっちゃうんですけど これもできる、この髪も、この髪もできちゃうっていう、あの冬子ちゃんもやってた。あれ、ののかちゃん、ののかちゃんヘアみたいになっちゃう、これだったら。ののかちゃん部屋みたいな。可愛すぎる嬉しい。ちょっと大人になったののかちゃん部屋みたいな感じなってますね。ちょっとウィンターちゃん感入れました。メイクは全然違うんですけど、ちょっと寄せれてないんですけど、白く巻く。チャイナドレス似合いそう。え、チャイナドレス着ちゃう？あるよ、チャイナドレス。いつか TikTok か、インスタに載せよう、この髪でチャイナ服。あるんですよ、実はチャイナ服。これは何ヘアだろう、わからん。なんであるんだよ。なんかコスプレの人って握手会やるみたいなのでファンの方にいただいてそれなんか延期になっちゃって、でもう寒いから着れないってなって、夏か冬かなんかあったんですよ。写真撮っとこう。撮れたかな。か、適当に撮っといてください。この髪いいですか。あ、じゃあこの髪でいいよ。でもチャイナ服着たいけど、なんか20歳最後でチャイナ服着るのはちょっと恥ずかしいから、それはやめます。イエイエイエイ。では21歳の5日に、そう21歳の5日に、うん、何やねん期待させんなやって。来てもいいけどね着替えるのがめんどくさいんだよね別にこっちは着てもいいけど、着替えるのがめんどくさいんだよ。いつか SNS 載せるけん見てくださいよ。
これ充電できとるんかいな。Oh my gosh! Don't you know my savage?メンヘラになってしまった。メンヘラにさせるからや。この髪型かわいい、初めてやったんですけど意外といい感じ、いい感じ、はい、みくりんタンプレ届いたかな、喜んでもらいますよ。どんなに送ってくださったんですか、届いたかな。マイケルディさんご飯食べました、ご飯食べた、甘いの食べた、みくりん可愛すぎてドキドキする。かりんちゃん、めっちゃ褒めてくれてる。みーみーちゃんありがとう。手紙書くから楽しみにして、いやいやさ楽しみにしてます。どうしたらそんなパーフェクトボーダーになれるんですか、アンディちゃん。遺伝なんですよ正直、本当に。実際私より2カップぐらい上、お母さんは結構もう ZZ カップなんですよね。私今 Z カップなんですけど、お母さんは ZZ カップぐらいあるから遺伝なんですよね本当に。やばい、後悔してしまった。結構ミクのこと何カップみたいな感じで言われるんですけど、ミクあの Z なんですよね。 ABCDEFGHIJKLMNOPQIF なんとか、あなんとかか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 んとか Z なんですよね、はい、こんばんはだって。福岡のおじさんこんばんは。ガンダムみたいなガンダムユニコーンガンダムABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ カップ、マジンガーゼーあっとかなダブルゼータダブルゼータガンダムガンダム見に行きました東京の時に、大きい白いねガンダムがいてね、ユニコーン見に行きました。もう上がれガンダム、うん、お、携帯が重くて、あーあー聞こえますか、バグ多い、止まる人数制限来ちゃったかもしれへん、どうしよう。だって7000人見てらっしゃる、こっちかだっけ、7000人見てらっしゃると、え、あ聞こえてますって、7000人見てらっしゃる、携帯が重くて止まってしまう、初めての止まり方してびっくりしちゃったんですけど、なんかよくバグるんですけど、ペペペペって、でも初めて何ももう静止が
止まっちゃいました。え、何それ、ハッシュタグ田中美久前夜祭、ハッシュタグ田中美久生誕祭前夜祭、何それ。あ、いいじゃん、私もそうしよう、前夜祭しよう、ハッシュタグ田中美久生誕祭前夜祭祭りみたいで可愛い、いいじゃん、盗ませていただいた、うん、止まった顔をスクショ狙います、うん、どうだ、取れた顔ハート、チュ取れたかな、顔切りだ、やだ、カズさん、あ、カズカラオケマン、 TikTok もコメントしてくれて、いいねもしてくれてありがとう、カズありがとう、画質が悪いらしい、やめろ、カズくんありがとね、チュ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 のチュ、やばいほど取れたよんだって、おーよかった、じとめサッシーにプレゼントもらった、サシコちゃんから誕生日プレゼントとしてカラコンを大量にいただきました、今週中に届くみたいです、やったなんかなかなかタンプレじゃなかなか、あのさ、カラコン届かないなと思ったら、やっと今週中に届くみたいで嬉しい、サンプレとしていただきます、ありがとうございます、嬉しいです、ケーキもみんなありがとう、ギフト誕生日に合わせてきました、うん、20歳になってメンタルとか強くなりますか、うん、なんでだろう、年を取るほどメンタル弱くなっていくね、え、なんでだろうな、それは私の勘違いかもだけど、20歳はあんまりメンタル強くなかった感じもするかも、でもその今までの鍛え上げられてきた分があるけんよかったけど、どうだろう、なんかいつも詰め込み張り切りすぎちゃうから、うん、なんかにお姉さん方が卒業していっちゃうから寂しくなっちゃうんですよね、なんか孤独ですね、うん、かも、うん、でも21歳はなったりな、そう、自律神経もね崩れるし、そう、21歳は、うん、まあ、ちょっとは強くなりたいです、うん、みんながおるけんね、いけるけど、TikTok コメントありがとう、そう、まだ時間があったら返す、じゃあカラオケとかしますか、いやでも充電止まってないかも、あんまりちょっと喋ってからにしようかな、支えられるかな、ピースのおっさんだ、支えられてるよ、ありがとう、明日もカラオケありだし今日もカラオケありだし、感じ、カラオケ来るーだって
みんななんかみーが今日誕生日ってこと忘れてそう。忘れないでね。それにしても可愛い。パロちゃんありがとう。嬉しい。何その動き。トゥ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 って遊んじゃうの。うん。涙サプライズは明日歌う。今日はうん何でもいいや。うん。TikTok にあげる単成動画でたくさんの人に見つけてもらえるといいなって。えー、嬉しい、ありがとう。結構イコラブさんとかノイミーさん流れてくる。ビックリンはノープランのこといい。スケジュールはぎっしりと詰めてちゃんとそれ通り動くタイプだけど、ショールームはノープラン。え、私ね、なんかショールームとかそうなんですけど、台本がぴっしりしっかりある方が苦手なタイプなんですよね。だからショールームもなんかあれやってこれやってとかは大体考えなきゃいけない時は考えるけど、いつも毎日やるときは基本本当にノープランでゲリラ配信が多いですね。この自然な感じがいいのよって。そう、まあショールームはそういう場かなって感じで、でもなんかミクコの部屋とかそういうなんか企画ごとでしっかりしなきゃいけないのはちゃんと何時にはこれをやってとか、このあとこれしてっていう台本を一応は考えるんですけどって感じです。ネイルは今してないです。最近自炊とかもよくしてるからネイルはしてなくて、ネイルしずっとしてたら爪が薄くなっちゃうんですよ。だからちょっとのなんていうんですかね、今爪を分厚くしている期間でして、はい、ネイルできてないです。マニキュアらへんでやります。うん、自炊偉いな。そうだから本当にでそうめんすらデリバリーしてた田中美久なんですけど、ここ最近福岡があんまり暑くなくって涼しいんですよ。夕方とか、まあ、夜とか割と涼しいから、昨日とか満月だったし、それで24時間営業しているスーパーとか、まあ基本夜遅くまでスーパーとか空いてるところもあるから、そういうところまで歩いてなんか材料買ったりとか、コンビニ行ってそうめんとかつゆとか買ったりとかして、家でそうめん作ったりとかいろいろしますね。ちょっとあのうんそうめん最近ハマってるよね。ハマってるけど、そうめんってヘルシーそうに見えて一番カロリーが高いというか体に悪いらしくて、消化がね、あんまりパスタが一番消化がいいんですけど、そうめんは消化も悪いしあんまり良くないみたいなんですけど、私結構そうめん好きなんですよね。そうで、あの引っ越してからの全部そのなんていうんですかね、冷蔵庫とか洗濯機とかも全部をもう新しく買ったんですよ。だからもうそのまま家からもう一人だけ出るみたいな、何も持っていかず、持ってきたの唯一テレビだけぐらいで、あとは全部置いていってほとんどで、その新しくもう掃除機とか洗濯機とか買ったんですけど、そのなんかあんまり一人暮らしだし、そのまあ適当にあんま大きくなくてもいいかと思って、ちっちゃいまあ、もちっちゃい冷蔵庫買ったら、なんかアイスで冷凍庫が埋まってしまって、そのそうめん用の氷入れる場所がもう ないんですよそうめんって氷が必要じゃないですかで
って氷作らなきゃと思って冷凍庫開けたらもうアイスがいっぱいありすぎて、そのアイスで冷凍庫の中に氷入れれなくて、そうやばーと思ってだからわざわざそうアイスめっちゃ好きで買っちゃうんですよ、うん、でだからそのわざわざコンビニ行ってその氷をねわざわざ買って氷でやったりってそうやるんですよ。意外とそうめんって太るんですよ。そうなんですよ。そう結構冷蔵庫パンパン、自炊する時とか冷蔵庫パンパンになっちゃう本当に。そう、うん、うん、本当にしたらなんか袋の中に氷入っとるから、まあ、なんとなく押し込めば入るみたいな、はい、アイスは何が好き？最近ハマっとるアイスはそうか、なんか私なんか楽に食べれるものが好きやけん、なんだチューチュー吸うやつなんだっけな、バニラの吸う青いさ、クーリッシュ、そうクーリッシュとあとハーゲンダッツのバニラクッキー味にハマってます。あとパピコも普通に好き、パピコとかクーリッシュとか楽になんか吸えるものが好きです。ゆうきくんだ、ゆうきくん、ワンワン、おてん、おかわり、伏せ、待て、よしありがとうゆうき、うん、ゆうきからもらったやつかも、これみおちゃんありがとう、ゆうきみおちゃんのサインもありがとうありがとう、嬉しい、ワン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 だって、ワンワン、あん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 イエーイ、嬉しい、ありがとう、やった。キョノンちゃんの動画が送られてきた。ん？いやいや。ミクリの犬になりたいの？待て。この犬飼いたい。食費がかかります。のんちゃんね、大きくなっとった、のんちゃん成長して。どんな動画、なんかのんちゃんいつもねなんかおもちゃで遊ぶけん、まだ1歳になったばかりで、だから1歳になったばかりじゃないな、何歳だっけでも幼いからさ、あのなんかプピプピとかで遊ぶんですよ。何歌おうかな、なんでそんなに覚えられるの？ワンワン？ワンワンですか？まあ、お母さんがしつけてくれてる。あ、プピプピ足りてますか？マックス俺プピプピ新しく買っとるけんまだ足りとるんじゃないかな、ギリ節約して、もうこれ以上遊んだらもう音がなくなるっていうのは待てっていうようには多分してると思うから、なるべく節約しつつ、でも定期的に送ってくださると、あ、ありがとうございます、助かりますね。明日家族生誕祭来る会、あのねお仕事とか移動とかが大変でダメだから DMM で見てくださりますきっと、うん、君とどこかへ行きたい歌を、いいですね、いい歌だからね、充電いい感じだと思うが、どうだろう、はい、あー電波が心配、電波悪くなったらやばいね。
今日マジで、でやっぱ鬼やな、だってやばいかも。行きます。Yeah.
かな。こっち？こっち？うん。やったー、君どこ君どこ。あ、カー来たー。マサタン、マサタン、マサタンありがとう、嬉しい。マサタン大好きだよ、ありがとう。マサタン、こっちにしよう。ありがとう。最近ここにつけるんですよ、くこうやってやるから。まさたん嬉しい、ありがとうございます。もう10枚はスクショした、ありがとう。君どこ歌うみくちゃんいいよね、本当ありがとう。なんかナッピがロングで、ナッピとペアやけん、ナッピがロングでみくがショートにしたから、なんかよりペア感が増して いいよね、よくなったよね。なんかイエーイ、ありがとうございます。嬉しい、あきちゃんだ、うまい、イエーイ。お城が増えてる、そうお城2つ、みんなここに住んでいいよ、住むとこなくなったらここに住んで、みんなで一緒に住もうや。社長に なってるから私が今ここの、そうだから私が全部、はい、私のファンの方がのお金払ってくださったから、みんな住める場所なくなったらここに住んでいいからね、うん、君好き、あ、君好きも歌いたいね。右のお城に住みたいだって、あ、いいよ。あ、ちょうど目の前にね見える系のタワー立っとるもんね。真ん中のお城は左右側に見えるけんね。でもおし真ん中のお城はちょっとあれですよ、あの花火が上がっとうけん年中花火見れるっていうシステムですね、はい、お世話になりますだって、あ、でいいですよ、でもお高いんでしょうだって、あ、無料で住めますよ、あのファンの方が先払いしてくださったからね、もう無料で住めます。家賃はもうね先払いしてくださりました、ファンの方が。もうだからもう買ったんですお城を、だからいらないんですよ、はい。なんかないです。ウサギに住みたい、あ、ウサギちょっと隠れちゃってますね今。ウサギはちょっとダメです、これ危ない怪物だからダメなんですよね、ちょっと近寄ったらちょっと食べられちゃいますね、この大きさは踏まれます、近づくと進撃の巨人ウサギみたいな、うん、進撃のウサギみたいな、ミクリン怖いんでやめとく、なんでー、ねえ、なんでなんで、誰やねんミクリンが怖いって言った人、コプルちゃん、コプル、なんでやねん、いや怖くないやろ、怖くないで、怖くないでしょうが、うん、お城の後ろは地球だって、あ、月です、なんか月みたいな、あの昼でも月があるように、ここにも月がある、夜だから月、太陽はこれ、月もあって太陽もある、これ太陽です、あの佐藤二郎さんみたいな、たまに出てくる太陽、仏太陽みたいな、わかる、そうそう、あのあれですよ、あれ、あれですよ、あれあれ、勇者ヨシヒコ、そうです、そうそうそう、ヨシヒコさん、勇者ヨシヒコ的な。昨日は満月、昨日満月だったんですけど、みんな月見れましたか。ミクは見れなかったから、あのわざわざあの月を探しに散歩しましたどうしても見たかったんですよね、やっぱ癒しというか、
心が浄化されちゃうから、そう見に行きました。21歳の目標は、楽しく新しいことにも挑戦して楽しく行くことかな。20歳ラストまで楽しめた。めっちゃ楽しめた。憧れのアイドルだわ、宮脇さくらさんですかね。常にこう努力をしまず、上へ進んで人気があるというスタイル抜群で綺麗で心も強く、いろんなことにどんどん挑戦していくのすごいなと思って。そもそもだって日本から韓国のねアイドルになって、そこから世界のアイドルになってすごいから憧れです。すごいです。かっこいいですし、いろんなさくちゃんをどんどん生み出していっててすごい。今年はみくちゃんファンの赤もんもんと友達になれたから幸せすぎる。女女子同士の連番待ってて。待ってるね、嬉しい。女の子同士が仲良くなってるのかわいいね。そうミクのファンの方結構ね仲良くなるんですよ。理想の女性は、理想の女性は性格のいい子なんて言うんだろう、性格のいい子が理想の女性ですかね。ミカたまにアホでなんかその変な意味にとらわれちゃう言い方というか、なんかたまにそういう発言をしちゃったり、気を使えないところも全然まだ二十歳になってもあるから、21歳はちょっと気を使えるような接し方とかできたらいいなとか思います。発言って言葉って難しいから、そういうのもできたりな。またオンさん投げてくれたの、びっくり、ありがとう、本当にありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。わあ、ありがとう。あでも全然その気遣いができる子とかそういうのじゃなくって、なんか不器用でもいいんですよ。不器用なりにでも優しい子、心が優しい子が好きです。ミクは理想の女性は何だろう、心が優しい子が好きですね。全然気遣いができる子が好きとか、なんか気配りができる子が好きっていうよりかは、不器用でも可愛いって思ったりするし、なんかドジでもなんか応援したいと思っちゃうから、私はなんか心が綺麗で優しくて生まれたての赤ちゃんみたいな人が好きですはい、アオンさんありがとう、ありがとうね、嬉しい、ありがとうございます。あと人を愛する気持ちを持ってる人が好きです。好きな顔は、私はミクリン。かわいい。好きな顔ですか、私本当に幅広いんですよ。結構幅広く好きです。なんかこういう顔が好みとかは本当にあんまりなくて、ピンときたらその子が好きやから。でも永遠の推しは西野七瀬さんですね。綺麗です。まあみんな可愛いですけど、はい、本当に。愛とは何でしょう。愛はなんだろうな、その人にが幸せになってほしいなとか、自分に見返りを求めないのが愛かなって思います。恋と愛の違いだとそうじゃないかな。恋は気づいてほしいなとか、相手が自分の理想の人じゃなかったら、性格が全然違ったとかだったら、もうやっぱ嫌いかもなとか、その人に恋してるっていうことだと思ってて、愛は
なんだろう、別にその人が自分の理想の性格じゃないとしても、でもその人をすごく愛してるだったりとか、なんだろうな、なんか、別に気づかれなくてもいい、普通に本当に大好きっていうの、愛愛っていう言うのかな、恋は見返りを求めるもので、愛は見返りを求めないものの違いだと思います。まだあの分かんないんですけど、20歳だからとか言いながら21歳になるけど、はい、目はみんなのことを愛してます。かっこいい。カバーガール目指して頑張って、頑張ります。カバーガール入れるかな、入れるかな、今年も入りたいな。去年10位だったから、今年は1個でもランクアップしてたらいいな。もう明日のスピーチ何言うか決めた、だって決めてない。何も決めてない。何も決めない。感謝の気持ちを伝えて、言いたいことを言えなかったら SNS に書く、それでいい。なんか前は きちんと考えてたけど、今はなんか正直にその時に浮かんだ言葉をみんなに言いたいし、それがミクの魅力というかミクなんじゃないかなって、みんなが愛してくれるミクかなと思って、それがミクモンらしいんじゃないかなっていうことで、ファンの方を信頼して安心できる場だからこそ考えない。ノープラン。感じです、ミクに今日の髪型かわいい、ありがとう、やった。さっきねツインテールするって言ってこれになったのよね。ツインテールにしよっか。え、ももちさんみたいになったんだけど。ここずっと閉まってたからなんかクリーンとなっちゃって、ももちさんみたいになったんだけど。ずっとののかちゃんっぽくしてたから、ももちさんヘアみたいになっちゃった。ここクリーンになっちゃった。許してにゃん。炎上しても許してにゃん。出現しても許してにゃん。されても許してにゃん。きつツインテールやっぱきついわ。きついよ、きついわ。やっぱののかちゃんヘアがみーは好き。あ、やばい、もううまくできへんくなったやんか。どうしようかな、どうしよう、うまくできへんかったら、ほどいた時の弥生感、こういう感じでしたよね。よし。でもすごくね、髪をね結べるぐらいまで伸びたとよ。めっちゃ博多弁出る、どうしよう。これこの髪が好き。足が痛い、足の置き場がない、足が痛い、よくしょ。博多弁可愛いからもっと喋って。博多弁、博多弁何しようと、みんな
ミクは今ショールーム配信 しとるんやけど、なんかちょっとニヤニヤしちゃうみたいな。ミクの配信見とうよだって。嬉しい、嬉しいっちゃけどめっちゃ緊張する。ミクリン TikTok 撮っとうと、 TikTok いっぱい撮ったと。博多弁講座どぎつい、博多弁喋ってどぎついってどういう意味だ。どげんしたん。意味わかるかな、どうしたん、どうしたのって言ってるの。どげんしたん、どげんかせんと、どうにかしないとは、どげんかせんといかんね、どげんするみたいな。あとはこれどげんは、これどう、これどうですか、ゆかちゃんに言ってんじゃん。ちょっとあの上の方かな、癖が強め。それ宮崎弁では、でも九州って結構似とるんよね。博多弁であざとい女やって、あなたの推し面にバレないように私のことを推してほしいじゃん。あざとこういう感じがあざとい女の子ではないでしょうか。どうでしょうか、あざとい、引いた引きました、バリ使うだって、あざーすって。うー好きです。熊本弁お願い、熊本弁は分からんな。あ、出てきてしまった、バリ好きとかじゃない、バリ好きとかかな、出てきてしまった。うん、あんま熊本弁ないかもしれん。また止まるねこれ、あんた今日めっちゃ止まるんやけど、よいしょ、大丈夫かな、大丈夫ですか。今日はめっちゃ止まっちゃうよ。ただいま、すごく止まっちゃう、電波今見たら、今 Wi-Fi つなげて配信してるんですけど、4つ電波がポン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 ってあるとしたら2個しかついてなかった。 3G の前に 2GWi-Fi のおかげで今話してる。なんで今日電波悪いんだろう。久々にこうやってショールームしたからかな。すごくないですか携帯、ね、止まった、ありゃまた止まった、大丈夫か、ニコは心もとない。かわいい、電波頑張れだって。大丈夫かな、 Wi-Fi 効果が今かなり大きいです。ここ電波つながりにくいのかな、ここに来た人大体携帯つながらなくなる。でも結構つながりやすいと思うんやけど、ちょくちょく止まってます。今は どうですか、
お腹良くなりました。お腹の痛み止めちゃんと薬を買って、止まってもすぐ治る。おお、じゃあよかった。もう全くつながらないとかではなくてよかった。博多弁でスミクリンください。おらー、配信大事な時に限ってよ、なんで電波悪いんだよ。そんなんじゃ視聴者数どんどん減っていくじゃねえかよ。大事な時ぐらいしっかりしろよ携帯。 Wi-Fi が今支えてくれてるんだからよ、お願いだ。あ、止まっちゃったよ。ごめん携帯言い過ぎた。ごめん携帯言い過ぎた。もうないちゃう、電波悪いのないちゃう、やや、やだやだやだ赤ちゃん帰りしちゃう、電波悪いと泣いちゃうよ。お願い、今見れてますか。お願い、見れてますか。よかった、今は大丈夫だって。本当にごめん携帯言い過ぎた、頑張ってるもんね、ありがとう。泣きそうになっちゃった。なんか話そうとしたんだけど忘れた。何話そうとしたんだっけ、何話そうとしたか、もう何話そうとしたか忘れたじゃん、もう、何話そうとしたんだっけ。忘れちゃった。八つ当たりきた何話そうとしたかな、何話そうとしたんだっけ。忘れちゃった。ゼロ歳最後ですかうん、赤ちゃんじゃない、うん、博多弁で喋ってなかった。そう、博多弁で喋ったけどそれはもう終わったと。何話そうかしたかね、忘れたんです、忘れました。チャンチカチャン、チャンチカチャンチャンチャン、うん、私もその声を笑った、うん、ケーキ何が好き、ショートケーキ、最近なね、クリーム重く感じるから、どうだろう、ケーキ、ミクいつも誕生日ケーキはアイスケーキなんですよ、31の、31が好きだから31のアイスケーキ食べます。普通のケーキはあんまり食べないですね、重いです。甘すぎてどっかりしちゃうから、ショートケーキは普通にいちごが好きやけど、なんだろう、アイスケーキが好きです。いつもアイスケーキにしてます。生クリームダメ派、いや割と好きやけどなんか重すぎるとダメです、はい、今は焼き鳥が食べたい気分。顔面ケーキ昔ね、同期とね、なんか同期会みたいにやった時にね、なんか顔面ケーキでまではいかんけどなんかやりましたね、めっちゃ前、超昔、中学とか高校とかかな、
眠かったけど復活した、やったー、今日の髪型かわいい、やったー嬉しい。焼き鳥渋、焼き鳥何好き、銀杏、揚げ銀杏が好き、あとはぼんじりとかかな、と椎茸知ってますか、なんか椎茸あるんですよ、椎茸とか好きです。あと今何が食べたいかというと、鍋のしゃぶしゃぶの春菊、春菊めっちゃ好きなんですよ、春菊の天ぷらとか春菊がめっちゃ好きで、春菊食べたいです。渋いねって、渋いちゃんや、渋いです。ささみも好きですね、ささみわさびとかささみ明太とかささみ梅とか食べたいです。月見バーガー、あなんかメンバーが月見バーガー食べようとしたらもう売り切れてたって言ってた、結構人気らしいですねやっぱマックね。もうミクは今となればロッテリア派になっちゃいました、あんなマックが好きって言ってたのに。いや月見バーガー前食べましたよ、結構前に確か言った気がする、インスタストーリーとか載せた気がするよ。酒のつまみやんってね、でもお酒はね本当に飲めないんです、あんま好きじゃなくて、なんだろう、飲む機会とかもあってあったりとかして、焼酎とかなんか熊本産のなんか焼酎とかいろんなの飲んでみたけど、あんまりやっぱ飲めなくて、やっぱカシスオレンジとかカクテル系は飲めますけど、好んで飲まないから、こないだあげた無加工のなんかツイッターの写真とかもあれ黒ウーロン茶で、普通のお酒入ってないやつで、お酒でまだ乾杯というのがまだ早いですね。ビールもまだあんまちゃんと飲んだことがなくって、お店とかでビール頼んだことないから、なんか無理に頼まなくていいかなって思うから、今はお酒があんまり飲めない分カクテルとかで慣れていって、でもなんかなんて言うんだろう、めっちゃ飲みたいっていう気持ちがあんまりないんですよね。ただなんかそのコロナとかが明けてみんなで打ち上げするとかみんなで飲み会するってなった時になんか飲めなかったら申し訳ないなっていう感じだから、なんか慣れた方がいいかなと思うんですけど、今は本当そういう場がないからあんまり飲まないです。飲むとしてもまあコンビニのほろ酔いとかでなんかエレタンと2人で乾杯ってするとかで、基本お店とかでもそのソフトドリンクのウーロン茶とかが基本ですね。でもなんかさしこちゃんとめるちゃんと3人でご飯したんですよ、そのいつだったっけな、ちょっと前7月かな、なんか SNS 上げたんですけど、その時はなんか最初に私がその場所について、その後にさしこちゃんがついて、で遅れてちょっとめるちゃんが到着するって感じだったんですけど、なんかそのさしこちゃんが来てドリンク頼む時に久々に本当に会ったんですよ、本当1年ぶり、約1年ぶりというか、かその誕生日で祝ってもらってそこで一緒にお酒初めて飲んだのがさしこちゃんだったから、一緒にお酒を飲んだのがだから、それぶりに会ったからなんか少し大人になったって思って欲しくって、珍しくいつもソフトドリンクなのになんか梅酒みたいな感じで、あのじゃあレモンサワーでみたいな感じで大人っぽく頼んだんですそしたらさしこちゃんから、えミクお酒頼むんだみたいな言われて、大人だねって言ってくれたんですそうで、それちょっと
ょっとここで言ったらもうちょっと回さないでくださいね、ここで言ったらあのミク変わってないなと思われるから嫌で、でそれでミク結構調子乗っちゃって、え本当ですか、なんかもう二十歳超えたんでみたいな感じで言って作戦成功みたいな感じで思って、そしたらさしこちゃんもうなんかミク大人になったねみたいな、みたいな、もうミク、みたいな、お酒を頼むんだみたいな感じで言ってて、もううわーって思って、そうなんですよって思って、そうミクお酒頼めるようになったんですよって思って、そうでもちょっと、聞いてください、でも私本当になんかそのあんまり普段外でお酒を飲まないっていうか、外でご飯とか焼き肉とか行ってもウーロン茶か黒ウーロン茶か、もうお冷やが好きだからお冷やとかなんですけど、ミクが一番最初に着いたから先にメニュー表見れるんですよ。メニュー表見てもなんかどこがソフトドリンクってじゃなくて、そのなんて言うんだろう、あのドリンクのところかが分かんなくって、え待ってこれなんて読むとみたいな感じ、なんかえってみたいな、わかんないんだけどみたいな感じ言って、あらかじめ店員さんにあのこのカクテル系のなんかお酒はこのどこに載ってるんですかっていうのを聞いて、あここにありますっていうのを聞いて、めちゃめちゃじっくり見て考えた上で、こう読み方とかもわかんなくって、これこれこれで店員さんに教えてもらってから、さしこちゃんが来てから、じゃあ私はチラッと見て、あじゃあもうレモンサワーでみたいな感じで頼んで作戦勝ちしちゃったっていうね。そうでもそこの時はちょっと大人っぽくできたんですけど、あの基本ね飲めないんですよ。そうでもその時めちゃめちゃ嬉しくって背伸びしたんですけど、次会う時とか、もう決まってるんですよ、次いつ会うかとか。でもその時もまだねなってないから、もっと大人になってからビールとかなりたいなと思います。なっちゃんとかねいいなと思うんですよ。もうなっちゃん大人でちゃんとビール好きで飲んでるじゃないですか。ミクはもうなんかあんまりお酒の味がまだ苦手っていうか慣れないから、もうちょっと大人になったらいろんなのを楽しみたいですね。はい、なんか白桃なんとかかんとかみたいなのとかいろいろ読めなかったんですよ。いろんなの見て見ました。はい、嬉しかったです。それは基本はソフトドリンク、はいですね。なんかすごい羨ましいです。あの男性の方とかがお酒を飲んで、ミクも二十歳になる時にやっとお酒飲めるとか思ったんですけど、なんか思うちだけなのか分かんないんですけど、思ってたより美味しくなくてみたいな、苦みたいな、何これみたいな、ソフトドリンクの味で慣れちゃってたから、結構あのカクテルくらいしか飲めなくて、だからなんかファンの方がなんかビールは美味しいよとか、なんかそのビールはいいとか、なんかそういう全然共感できなくて悲しいです。共感できないかった20歳になって飲んでは飲もうとしたけど、でもあんまりビールは飲んだことないっていうか飲んでないですまだ。そうだからまだファンの方には全然先輩なんですけどはい、なんかすごいなとか焼酎とか好きとか言うのがもうすごいなと思って、だからミクにとってお酒はもうコーヒーみたいな。コーヒーも私最初飲めなかったんですけど、中3かな高校生ぐらいになって結構コーヒーが好きっていう時期があって、 MV 撮影とかやってる時に大人の方が多いから、必ずそのドリンクのところにコーヒーが置いてあって、で結構メンバーの人数が多い時とかはソフトドリンクがなくなってコーヒーしかない時があったんですよね。だからそのコーヒーでいっかって言って飲んだら、どんどん飲んでいってたらなんか慣れていってコーヒー美味しいって思えたから、そういう感じでなんか本当に大人になって慣れたらいいなと思います。まだ子供なので。ブラックコーヒー飲める、割と変なんですけど紅茶とかコーヒーとかはノーマルタイプ、ノーマルが一番好きで、紅茶とかに砂糖とかミルクとか入れるのあんま好きじゃないですね。ですね、
だから、まあ、慣れかなって思います。はい。うーん、あんま甘いも飲み物を飲まなくなりました。カフェオレとか、いつもはグリーンスムージーか、コンビニだったらグリーンスムージーか、お水が基本に多いんですけど、グリーンスムージーかね、なんだろうな、 R1 か BB ショコラか、 BB チョコラ？ショコラか、とかが多いかな。コンビニとかだとなんかあんまり体にいいものめっちゃ飲む。コーラはもう何百年も飲んでないです。コーラ飲んでない。コーラ頼むことも本当にないです。中学小学ぐらいからもうないですね。コーラは飲まない。なんか本当に何百年もコーラ飲んだことない。自分で もらったことないな。ラムネは普通に夏にそのラムネ早飲みとかがあったからラムネ飲んだりはしたけど、ファンタとかも飲まないです。そこら辺全然飲まないですね。飲んで三ツ矢サイダーくらいかな。か、あ、でもジンジャーエールは飲みます、お店に ある。でもたまにジンジャーエールを注文するとその本当のジンジャーエールが出てくるの、辛いやつ、それは飲めないです。こないだっていうか前もそうなんですけど、その中華料理屋さん行った時に、中華料理結構好きで中華の鍋行った時にジンジャーエール頼んだら、やっぱ中華のところは辛口でジンジャーエールが出てくるからめっちゃに辛くて苦くて飲めなくて、甘いジンジャーエールが好きですね。はい。なんか消化が悪いのかな、私コーラとか思い込みかもしれないんですけど、そこら辺なんか飲むとお腹が重くなって痛くなるんですよね。みくりんは同期以外でどのメンバーと仲がいい？え？同期以外で？みんなと仲いいけど、プライベートまで遊ぶってなったらエレタンぐらいだけかも。普通にみんなと仲いいですけど、プライベートはエレタンぐらいかな。意外とでもそのみんな仲良くて結構遊んだりはするけど、プライベートで遊ぶっていうことはほとんどないですね。ほとんどないかな。さえちゃんは同期だもん。まあ、メルとかかな、やめたけど。メルちゃんとかは行くかな。なんか誘ってくれたりする人がやっぱいいんですよ。メルちゃんとか誘いやすいし、かな。私が多分あんまりプライベートがあんまりないっていうのプラス、一人がもう好きっていうのプラス、家からあんまり出ないっていうので、はい、あんまりそうですね、そういう感じだからだと思う。仕事にこう全集中しちゃって、一日休みとかがあったら、まあ、だいたい寝るか SNS の整理か SNS 撮ったりとかに集中しちゃうから、本当にないかな。メンバーのこと大好き。そう、シナモンさんとまだ飲みに行けてないけど早く行きたいです。なかなか本当に予定が合わない。
のと、今月はずっと東京、来月頭まで東京かな。結構月半分東京行ったりもしちゃったりもするんで、分からん。うん、なことかは結構東京で寄って時間があった時は二人でカラオケ行ったりとかするんですけど、あとはあのご飯行ったりとかするんですけど、うん、仕事と私どっちを取るのとか言われそう。誰に誰に止まりました。電波悪いんですよね。電波悪い、電波が悪い。これ終わったら、ショールも終わったらとりあえず TikTok 見に行きます。コメント返しとかしようかな。幕張ライブのリハーサル始まった。あ、明日から、違う、明後日から始まります。頑張るぞ。会場広いけんね、どんなステージになっとるとかなんか分からんけんさ、楽しみです。お、なんかすごいぞ。コウセキくんとはありがとう。20歳最後タワーだー。功績ありがとうありがとう、ありがとうございます。嬉しい。まありがとう。うさぎがセンターに来たねかわいい。スクショ間に合わなかった。スクショ、ちょ暗いね。お月見っぽいことした。お家で、お家で白玉作って、スクショできましたかね、外しちゃったけど、お家で白玉作ってきな粉につけて食べました。私この髪好きすぎこの髪好きすぎ。インスタライブもこの髪でやりたい。この髪好きすぎ。えい。あのレシピ嬉しかった。野菜炒めマジで美味しいんですよ。で、私結構野菜炒め味薄いのが好きだから、で結構味薄めな感じで作って、そしたらめちゃめちゃご飯にも合うし美味しいです。あとはなんかしゃぶしゃぶ用の、なしゃぶしゃぶ用っていうか、なんて言うんだろう、豚バラ、豚肉のを選ぶのも大事。美味しい、ちゃんとなんか細切れっていうよりかはちゃんとこうなってる豚バラ、美味しい。味濃いめじゃないと食べられない。いや、でも私がそのインスタのストーリーに書いた、もう消えてるかもなんだけど、書いたあれは結構鶏ガラと醤油と味の素と、何入れたっけな、ごま油と塩コショウぐらいだけなので、結構ちゃんと味はついてる。
めっちゃめちゃ、ああとユッケジャン、コッケジャン入れてめちゃめちゃ美味しかったです。うん、家でユッケジャンをね作ろうと思ったんですよ。ユッケジャン、コッケジャン、ユッケジャン作ろうと思ったけどなかった。コッケジャン、ユッケジャン、ハイトーンにする予定ある。ハイトーンってなんだ、ハイトーン、明るめ、ハイトーン、ハイトーン、明日のために柳川でうなぎ食べてきて、いいな、え、福岡のうなぎやったら吉塚うなぎがめっちゃ美味しいですよ。おすすめです。シルバーとかめっちゃ似合いそう。いずれかはめっちゃ明るくするのもありかもしれないですね。柳川か、うん、いいな、なんか川でうなぎいいね、かわいいって、ありがとうございます。え、なになに、明日から北条屋だけ行きます。明日から、えー、行きたい、え、本当に、嘘、待って待って、メンバー誘って行きたいな、え、行きたい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 、けどスケジュールが合わない。なんかリハ終わりとかにメンバーと行きたいな。てか北条屋今年あるんだ、やば。またさしこちゃんからさ、メンバー HKT のメンバー北条行かないと呪われるのっていうLINE来るかもねやば、3年ぶりか、わー、おしきびやばいね、またファンの方っていっぱい遭遇しちゃいそう、やばい、うん、12から18日までだって、イエーイ、お祭り行きたいと思っとったと、な、そういう情報ってみんなどこで知るん、すごいね。北条屋とは、北条屋とはね、なんか福岡で毎年やってた恒例の大きいねお祭りなんだけど、結構ファンの方も HKT のメンバーもみんなやっぱ行ってて、でもここさずっとなやってなくって、コロナ禍とかで今年はあるみたいなんです。すごいんですよ、しかもいい感じの、あの気温だよね、ちょっと涼しくなったぐらいでね。最高じゃん、メンバーから聞いた、だって、あ、そうなん、待って、誰か一緒行きたい、行こう、ミクとことん誘う、メンバーでいっぱい100人ぐらい集めてやばー、ホジュアはね結構前にマリアとあかりとかエレタンとかと一緒に行ったりとか、マネージャーさんもスタッフさん同士でホジュア行ったりとかしてて、そう結構好きなんですよ。やったー、嬉しい、やったやった。みんなはお祭りの屋台だったら何が好きですか。ミクはいちご飴、あと箸巻きっていうの知ってます、なんかお好み焼きを巻いたみたいなやつがあるんですけど、箸巻き、あとはね、あ、何だったっけ、餃子の皮、皮巻きみたいなやつ、何だったっけ、鶏巻き、鶏皮餃子かな、が好きです。それが好きですね、のなんか塩が好きです。あ、焼きそばもいいです、屋台の焼きそば大好き、紅生姜入っとるやつ特に最高、でも一人じゃ食べきれない。あ、チョコバナナも美味しい、そう、だいたいチョコバナナとか食べたいけどもうお腹いっぱいになって食べれんパターンのやつ、そう、行きたい、やばい、でもどこでやってるんだろう、いつも家族に連れて行ってもらったりマネージャーさんに連れて行ってもらったりだから一人で行けない。でも前はメンバーと電車で行ったらしいんですよ、でも記憶なくて覚えてないから、今年もメンバーと行きたい、メンバー大好き。ちょっととりあえずエルタンに連絡してが何人か誘ってみます。リハ終わりとかにさ行けたら最高だよね。箱崎か、あ、箱崎なんだね。何時ぐらいに閉まるんやろ、リハ終わった夜遅かったらさ巻いてないけんさ、わ
めっちゃ行きたいけどさ、行けんかったら最悪だ。ここ今日、明日から全部オフないんだけど。あったらいいな。あったらいいな。行けたらいいな。1週間ずっと全部9月末までオフないから行けたらいいな。行けるかな。その前に行けるかな。はさはさはさ、汗汗。今日からだったら行ってたんやけど、頑張ろう。しかも何時から何時までとか仕事前日の夜に分かるから分かんないんだけどね。あのハサ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 、いけるか心配。ハサハサ、メンバーと予定合わせたい、行きたい。うん、マネージャーさんと一緒に行けば。マネージャーさん男性なんですよ。だからなんか嫌じゃん。いやじゃん。でも前はマネージャーさん男性の方と一緒に2人で行って、写真だけ撮ってもらって帰ったっていう。写真だけ撮って浴衣で、でも暑いって言って帰りましょうっつってすぐ帰って、での残ったものマネージャーさんにあげるっていう最悪な生意気。ヨッピーだったら全然2人で行きたいね。ヨッピーなんか面白いもんだって。ヨッピーとかなんかもう、やだ人多い、もう帰りたいって言って、ミクも何頼むのって言って、じゃあいちご飴行きましょうって言って、ヨッピーがいちご飴、もういちご飴どこやんの、もう人やだって絶対言う。ヨッピー絶対言う。もう人暑いからもう帰ろうって絶対ヨッピー。やりすぎた。実際こんなんじゃないかもしれないです。実際こんなんじゃないかもしれないですよ、はい。それか意外と あれいいよ行こっか、うんつって、写真は写真 SNS、 うん大丈夫、あ撮らなくていいのね、うん、あれは SNS 撮らなくていいの、 SNS、 うん、ここは危ないからこっちで撮った方がいいじゃん、うんうん、とりあえず、はい、321、3、2、1って感じかもしれないです。それか、どっちかですね。はい。どっちかですね。めっちゃ有能です。はい。有能すぎます。はい。ヨッピーはすごく有能なのです。うん、ナッピーならどんな感じ？ナッピーと一緒に宝珠へ行ったら？ナッピーと、でも私ナッピーと二人で焼き鳥屋さんミクを誘って行ったことあるんですけど、どんな感じだろう。ミクさんは何食べたいですかつって、あれですか、いいですよ、行きましょうつって、写真撮られますみたいな感じで、あじゃあ撮りますよ、全然、はい先生、はい荷物持ちますよ、はいつって、だってミクは絶対ナッピーは撮らないのとか言って、あじゃあお願いしますって言って、かわいいね、おなっぴかわいいね、かわいいね、かわいいね、かわいい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 って、あミクさんも大丈夫ですよ、取らなくて大丈夫ですよって言われても、ずっとかわいい、待って、ここ、待って、もうちょっとしゃがんで、あのカメラ目線で上目遣いしてっていう感じの、もう想像できる、うん、一生撮ってそう、こうやってで、あちょっともうミクさん恥ずかしいですみたいな感じでなりそうな予感がする。ナッピと一緒に行ったら、そう、そんな感じする、そんな感じがしますね。おじさん出ちゃうね、はい。結構メンバーの写真を撮ることが多くて、あのうまいんですよ、本当に分かってるからうまいんですよ。だから結構これ載せたら伸びるよとかメンバーに言うんですけど、必ずねそれをねインスタとかツイッターとかに載せたら伸びるんですよ、割といいねが多くて。そうプロデュースします。いぶきだったら、いぶきあれ行きたいみたいな、なんだっけ、あのなんかあのお化けとかさ、なんかなんでも屋みたいなやつ、いぶき行きたい、なんだっけあれみたいな、なんだっけみたいな、いぶき絶対聞いてさ、なんでしたっけ、なんかいっぱいあるやつ、なんかサーカスみたいなやってるところもありますよね、
あそこに行きたいっていぶき言ってたんですよ。なんだっけあれ、なんだったっけな、いぶきあれ行きたいってね。あ、待って、え、みくちゃん、みくりんさん、あれあれ、あのなんかリング飴みたいなとこ行きましょうよって言って、絶対行く感じで、こうやって、あ、分かった分かったって言って、あ、見せ物屋、見せ物小屋行きたい、え、いぶきあそこ行きたい、え、行かないですか、え、じゃあ、いぶたち、じゃあ3人と2人で分けていきます、はい、じゃあまた後で合流しましょう、連絡しますみたいな感じで、いぶきはもう絶対こう想像つく、もうテキパキパキパキ、自分の行きたいところでパキ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 、勇気はこうです、うん、癒されます。いぶきとやると、なんかいぶきは本当にあのあんまりストレスをためることがないんですよって言うから、いぶきといるとなんかもうすごくテンションが上がる、うん、声似てるあれおー、なこちゃんね、なこはやばい、楽しいねって言って、楽しいねって普通に言って、なんかあれベビーカステラみたいなやつ食べたいんだけどって言うから、じゃあベビーカステラ行こっかって言って行って、写真撮らんでいいって言って、お願い写真撮ってって言ってポシ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 って、次どれ行くって言って、次あれいいね、あれいいじゃんって言って、ね、メンバーと遭遇したら面白いよね、うん、面白いねみたいな感じで、もう何気なく本当にこういう感じです。マネとかじゃないよ、どっちもフリーだから、あれいいよね、あ、これいいねみたいな感じです。うん。あれ行くやろ、行くやろみたいな感じで言って、あ、行こうあれ行こうみたいな感じです。うん。結構楽しいですね。うん、普通すぎた。いや普通だろ普通。うん。普通でしょ。石松ゆいなちゃんなら、ゆいなとはねまだあんまり喋ったことないんですよ。でもなんかもうお姉ちゃんのこと怖いって言ったら、好きですって言ってくれて、ゆいなって感じになるから、ゆいなはもうちょっと仲良くなりたい。なんかなっちゃんと結構仲良くなってたから、私も結構ゆいなと喋りたい。そう、でも私なんかゆいなだと普通に喋れなくなっちゃうんですよ。こっちがミクの方が普通に喋れなくなっちゃって、なんかもうユイナかわいいってなっちゃうから、すごいですよね。なんかユイナの握手会とかに並んでるさ、ファンの方とかさ、普通にユイナちゃんと話してたりさするのかな、どうなんだろう、すごいなって思います。本当に私だったらもう絶対ユイナの握手会の連に並んだら、待って、なっちゃうから、もう本当に普通に、あ、ゆいなちゃんちっちゃいの偉いねとか可愛いねとか言ってる人、本当にすごいなと思います。私もうそんな慣れないだから、マジバブだからさ、こうなんか楽屋とかでゆいな発見したらさ、なっちゃうのよ。だからもう本当に可愛くて、なんか普通の会話ができないんです、まだ。そう、しかも一緒にまだこうねステージに立つこともそうそうないから、その仕事というか、なんかステージに立つ時だったら、ゆいなここの振りこうだよとか言えそうなんだけど、教えれそうなんだけど、なんかまだプライベートというか楽屋とかでしか会ったことないから、まだ分かんないです。あのちゃんと話したことがないです。可愛いです、とても可愛いです。なんかスイッチが入っちゃうんですよね、可愛くて。ななかちゃんとは結構喋るかも、ちゃんと。今日の服可愛い、ありがとう。 TikTok に載せてる服だよ。みくりん家に呼ぼう。あ、でも結構誰だったっけな結構あかりか、みくの家でハロウィンパーティーしたいみたいなこと言ってたから、あかりはみくの家来たことあるんですよ、やはぎちゃんと。だからヤハギちゃんとっていうか、ヤハギがまずミクの家に来てて、その後あかり呼んでミクの家に来たから、こうハロウィンパーティーできたりなっていう、そんな広くないんですけど、はい、でやられたらいいなと思います。そう、母性がね多いんですよ私。タコパしようかっつって話して、結
こうドラフト生がとか5期6期とか来たいって言ってくれるからね、ちょっとシナモンさんとかね廊下で寝てもらいますシナモンさんとか酔っ払って廊下で寝てほしいです。モリリン生誕祭行けないもん、悲しすぎる。モリリンタワーありがとう。モリリンミクリンだよ、ミクリン、モリリン、ミクモリリン、モリモリモリリン、ありがとうタワー。同期では来ないの？え、同期とか全然もうミクの家で同期会したいですよね、本当に。ただ予定が合わない合わない、本当に。イエーイ、ありがとうモリリン、嬉しいよ。バラだって行けないのか。生誕祭来る人明日あんまいなさそう。はーい、明日ミクのセーターさんに来る人、はーい、だって。お、え、本当に嘘。ケンさん、西ミクさん、リサニャン、パルちゃん、コウセキさん、シロウくん、ヒデさん、ミツノリくん、え、結構みんな当たってるじゃん。リュッケさん、ピートルさん、え、じゃあ言ってね、ピートルですって言ってね。ピートルさん本当に、え、ピートルさん違う、リュッケさんも違うわ、行きたかっただったわ全然。そしてピートルさんもこんばんはっていう文字だったわ。え、水中は来れないもんね。竹坊さん仕事、あらら、らそうだよね、そうだよね、そうだよね、土日じゃないもんね、土日じゃないよね確か、あれ、うん。外れましただって。ああ、もう、あ、おにょ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 、今年は行こうと思ったのにって。ああ、おにょにょ、おんぎゃおんぎゃ、外れたの思い出して泣いてる。おんぎゃおんぎゃおんぎゃ、ごめんごめん、おんぎゃ。ああ、でもなんか去年よりは全然本当に多くて嬉しい。だって去年生誕委員の人誰一人入れなくて、確か、わかんない、誰一人っていうか生誕委員長の方もと、その当日券みたいなので入った気がする、確か。え、なんか誕生日の時なんか全然ミクのファンの人以外の人が多くて、ミクのファンの方もほとんど外れてたから、今年はなんかまあいいからよかった。ママ慰めて、ママじゃないよ、私はあなたのママになった覚えはないよ。でもあなたの名前をつけたから、まあショールームの中ではママだね、慰めてあげる。よしよし、もういっそ全員当選がいい、確かに。いやー、来て、髪しばらく伸ばすの、そう、しばらく伸ばしてるの、なんかここら辺ぐらいまで伸ばしていろんなアレンジができたら可愛いかなって思います。はい、今伸ばしてます髪の毛、したらなんかパサってパサってできるかなと思って。やばいし、やばい、インスタライブするのにさ、髪の毛ぐちゃぐちゃにしちゃった。まあいいや、また整えればいいだけの話だ。11時55分とかにショールームするね、ショールームじゃないや、インスタライブするね。11時50分とか55分とか55分とかにするね。なんか本当に5分か10分ぐらい配信してバイバイにするね。そうだからあんまり話せない、緊張しちゃうから。ショールームがもう全部、はい、見れないんですか、フリーザさん、見れないんですか。え、なんで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 見れないの、フジーサさん、わらわら、キャーナ映るよだって。え、なんで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 見れないの、なんで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 早起きなんでだって。あー、じゃあじゃあ、じゃあ
え、おえー、分かった。じゃあ寝るんだ。寝れなくなったら見に来てね。え、じゃあさ、そのさ24時過ぎにさ SNS 投稿するけんさ、その朝起きてさ仕事行く前とかでもいいけんさ、いいねはしてくれん。お誕生日おめでとうだけは言ってくれへん。お願い、そんなお願いってば。お願いしたら絶対明日仕事成功するから根拠もなくしたら絶対明日仕事ね、なんかいい仕事、いいこと起きる、給料上がると思う最悪最低うん、いいだってさ、ミクはみんなに頑張ってって思っていつも SNS を投稿しておる。それ頑張ってっていうのを見たらさ活力になるじゃん。だからうまくいくよ、うん、だってショールームを見に来てくれてるってことは好きってことじゃん。好きな人が応援している SNS を上げて見るやん。あで、あ頑張れるってなるくない。だから仕事がうまくいく、そううまくいきます。活力になるのはマジ、そうなる人はいるねん。活力になる人はいるんです。なんですとか言って、まあすぐ終わっちゃうけどね。努力は給料で報われるとは限らない。でもまあ働かないよりかはマシじゃない。給料もらえないよりかはマシ。ミクはみんなのおかげで頑張れてるから、みんなもミク見て頑張ろうって思えてもらえたらウィンウィンだね。あと15分で終わっちゃうからもう一曲ぐらい歌っときたいところではあるけどね。もう終わっちゃうよ。誕生日前夜祭配信サステナブルいいね。もう海の季節終わってしまったもんね。なんだかんだもう終わったくない。ちょっと早いね今日ね。でも始めるのが10分遅かったからちょっと そんぐらいにはなるかもね。よっこいしょっと、やっとこどっこいしょ。あリュッケさん、リュッケさんパワーありがとうございます。リュッケさん大好きこのキスを受け取ってくださいありがとうリュッケさん。ユッケが食べたくなってきた。リュッケさんありがとう。サステナブルよし、早くミクの好きな秋を来い。でも悲しい、夏の終わりってめっちゃ悲しいよね。なんかいけ、海の季節は終わってしまった。君を一度も誘えなかった。忙しいって聞いていたから悪いかなって躊躇した。僕のスマホに残ってた写真、微笑む去年の水着の二人、恋が盛り上がってる時は気づかないことがある。あれきりこれきり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。あれきり会ってないこのまま
かそう本当の気持ちだからずっと好きでいさせて君に会うにも理由がいるよねそんな遠さを寂しく思う僕の考えすぎだって笑われるだろうか好きでいたいそばにいたい君への思いは永遠だ時がそう過ぎ去ったって日はもう沈まない好きでいたいまた会いたい一度も忘れた日はない今の僕にできることは好きで居続けること自分たちを客観的に振り返っちゃダメなんだどんな風に思われてもいいもう一度もう一度君を誘いたいあれっきりこれっきりそんなの悲しすぎるじゃないどんなことあったとしても僕は変わらないあれっきり会ってないタワーが来たけどまだ読めないそう本当の気持ちだからずっと好きでいさせて好きでいたい これからもずっとよいしょ。イエーイ、ありがとうございます。タワー。だ、ギーチのケンさん、ありがとう、ケンさん。タワー、ありがとうございます。イエーイ、イエーイ、前夜祭、前夜祭、前夜祭。ありがとう、ありがとうね、嬉しい。ありがとうございます。嬉しいんです。やった、して、渋田さん、マリオ推しだって。ありがとう渋田さん嬉しい、渋田さん、ありがとう、渋田、渋田かわいすぎるだって。え、みこしになっとるやんか。ありがとう嬉しい、にゃん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 。ありがとうございます嬉しすぎる、イエーイ、ありがとう。やった。じゃカラオケここら辺で締めますね。楽しかった、歌も歌えて。でもあと5、10、15、20、20分あるけん、そうちょっとね、20分だだしゃべりしましょう。タンプレ届いた、まだ見れてない、見る。そろそろツイートするメッセージ考えないと。考えてみんな考えて、頑張ってトレンドリー目指しましょう。ななちゃんだ、いた、見つけた、頑張ろうね。みくちゃん可愛かった、のっちありがとう。いつもみくたん橋、配信が終わるのが寂しいっていう方のために誕生日またぎでインスタライブするので来てください。インスタ入れとったかな、アラームかけとかなんよ。11時55分にアラームかけとかないよ、うん、
50分とか11時50分とか55分とかかけてください。インスタライブの前までに充電しといてね。もちろんミクいつも充電してるから任せて。明日から自主役応援して。ナナハ頑張れ、応援しとるよ。ケア書き、あ、久々やね。140字のミクリン愛あふれるものにしないと。かわいい、かわいい、ありがとね、嬉しい。ミクリンだって、スンホーサランヘヨ。たくさん幸せな配信ありがとうね、ミクリン。うん、まだ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 今日が誕生日配信ではないから、前夜祭だから、ただのね、ありがとう。かわいい、無理、わらわら、リサニャン、にゃ、ありがとう。猫娘に見えた、保存しております。あ、みつのりけん、ありがとう。あと TikTok あげたけん、いいねしてくださいね。いいねと共有してください。生歌ザース、エビ天見てくれてありがとう。トレンドスルーだって。タグは何ですか？ハッシュタグはハッシュタグ田中美久とハッシュタグ田中美久生誕祭です。わお、落ちちゃった。可愛かったです。だってユッケもインスタライブ来てね。コメントはさ、もうなるべく拾うからさ、来てね。こちらこそありがとうだよ。3位、あ、ケンさん3位や。インライン見れるの幸せ。もう久々やん、インライン。ひまたき配信はね、もう20時過ぎたらすぐ、私はもうツイッターとインスタを投稿したいから、すいません。21本タワー立てばいいね。え、今何本タワー立ってるの？すごい。 1,2,3,4,5,6,7,8 本。1,2,3,4,5,6,7,8,9 本、わかんないや。ありがとうございます。どのくらいタワー立ってるんだろう今。いや、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 本。ありがとうございます。よくわかんない、見えない、その重なってて見れない。ありがとうございます。何本目なんだろう。すごい多いですよね。ありがとうございます。前半歳のこう20歳最後のタワーとして受け取ります。ありがとうございます。にゃん、パン、誕生日おめでとう。ありがとう。SNS 投稿するけん、ぜひ。締めたわ、ありがとうございます。よーって配信切ろうな。もう終わるんやけど、一本締めみたいなさ、 やってみたいねんな。よーで終わろうか。まだ40分に終わるけん、まだやけど。今日も可愛すぎて辛いんですけど、ありがとう、嬉しい。パンプで何が欲しいのですか？え、ナナちゃんがミーに渡したいものがいいな。ミーに着てほしいお洋服、ミーに着てほしい靴、ミーのお手紙だったりとか、ミーにこれ使ってほしいとか、とか、なんか、家庭用品とか、お茶碗とか、フライパンとかも何でもいい。うん、実用性あるものだったら嬉しいよね。うん、でも1万円以下だけね、難しいよね。うん、なんでも、ミー呼びかわいい、ミーって言っちゃうんだよね。ね、コメント拾って。インラインってさ、英語で書かれてあるけんよくわかんないんだよね。しかもなんか私の携帯には流れないのに、他
他の方の携帯とかその人の携帯には流れるコメントとかもたくさんあったりして、私のところにはもう5コメントぐらいしか、もうちょんちょんちょんぐらいしかの流れでしかコメントが来ないのに、結構いろんなところではちょん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 って来てるらしくて、そうだからなるべく拾ったりはしたいんですけど、基本ショールームでいっぱい拾うようにしてるから、まあインスタライブは本当に盛り上げって感じでイエーイってできたらいいなって思います。はい、うん、でもあのインスタライブは結構なんていうんですかね、ショールームには来ない方も来るから、猫かぶってるんですけどよろしくお願いしますきっとでもそれかテンション上がって普通のミクリになってるかもしれんけど、割と猫かぶっちゃってる説が高いから、ちょっとみんなのコメントで安心させてください、私を。ここは秘密で、はい、秋になったら一番何食べたいですか？ばあちゃんのね栗ご飯がめっちゃ好きなんよね。でも最近おばあちゃんに会いとらんけん、普通に食べたいやつやったらサンマが食べたいです。魚さん好きやけんサンマが食べたい。海の中道のねところのねサンマが美味しかったっちゃんね。なんか無の撮影で行ってめっちゃ美味しかったっちゃんね。そこでサンマをね食べたんやけど、めっちゃ綺麗に食べるねと褒めてくれて、それが美味しかったです。栗ご飯めっちゃ美味しくて好きやねんな。焼き芋とかはよくドンキとかに売ってあったりするやん、結構だからなんかレア感あんまり感じんのよね、うん、魚ワイは美味しくないぞ、だって食べちゃうぞそんなか、秋はご飯な、芋とかかな。でもやっぱ芋好きやけん、でも本当にそのスーパーとかに桃が売ってあるのを売るのをずっと待ってたんですよ。だから今年はその桃とモッツァレラと桃のオリーブオイルかけをあのワンワンご吹いてる食べれたけんよかったです。そう、桃にちょっと塩かけるのめっちゃ合ってるんですよ。あと9分あ、40分まであと9分そうでしたね。モッツァレラ噛んじゃう。モッツァレラ、桃とモッツァレラの美味しそうだった。そうでもあれは本当は塩かけてたけど、本当はねあのブラックペッパーとかをかけてオリーブオイルとかが美味しいんですよ、うん、言葉がモッツァレラそう、もうすぐやね、終わっちゃう。この後は TikTok 集合でコメント祭りしようや。桃もモッツァレラもリッチだわ。スーパーで安く買えたよ。なんか結構売れてるのは結構ねカットしにくいんですよ。そう、手で桃の皮を剥いて、なんかアボカドみたいに切るけど、最初なんか桃初めて切ったんですよ、あの20歳になってなんですけど、もう初めて切って、なんか2個買ったんですけど、桃1個目は普通に失敗しちゃって、でなんかいろいろ調べたりして、なんか優しく切って、やっぱそう結構柔らかかったから切りづらくて、優しく切って種とかいろいろこう何かやったりして、で桃の皮をめくるのが一番難しかったです。なんかネイルじゃなくてよかったって本当思って、手のひらで皮むかないと桃の皮うまくむけないからめっちゃ難しかった桃切るのって。なんかおばあちゃんは結構お風呂上がりに桃食べたいって言ったら結構もうサクッとしてサクッと渡してくれるけん結構簡単なんかなとか思っとったんやけど、やっぱすごいなって思って改めてそんな簡単に作ってって言って出せれるのがなんかおばあちゃん偉大やんなって思って、そう
おばあちゃん桃を作ってって言ったじゃんって、お風呂上がったらさできてると思ってたのにとか普通に言ってたけど、めっちゃ最低だなと思いました。桃って結構大変ですね。こうなんか切ったりさ、なんかそうしたりするのが大変でした。 すごい大変だった。あと桃を選ぶのも大変でした。だいたいわかるんですよ、アボカド触ってあこれちょっともうダメだなとか行くとわかるけどさ。そうそう、おばあちゃん、おばあちゃん子なんですよ本当に、うん、最低な孫だなでも本当に最低な孫。なんか私怖くて、怖がりやったんですよ結構昔から。怖いの見させられてばかりだったからお母さんに。で結構なんかそのお風呂とかも脱衣所におばあちゃんを待たせて本読ませて読んでたり、しりとり一緒にしたり、最低ですよねでおばあちゃんがもう腰が痛い、しょしりが痛いわって言って、そう、うん、この間久々に寂しくなっておばあちゃんになんかビデオ通話したんですよ。しておばあちゃんがすぐ出てくれて、でも最初ビデオ通話とかおばあちゃん携帯の使い方があんまり分かんなくて、結構ずっとガラケーで、あの本当にちょっと最近携帯をなんかそのスマホ、あ、ただいま、やっぱ止まっちゃう重い、めちゃめちゃ電話めちゃめちゃ重いです携帯、うん、携帯が重すぎるよ。よかった、一人で喋っててさ携帯が最後の最後に切れた。どこまで聞こえてました？私普通にこうやって話してたからパッて見たら画面固まっててびっくりしたんですけど、ただいま、重い、みんながたくさん来てくれてありがとうございます。携帯がめっちゃ熱い、 3G だった今見たらWi-Fi が頑張ってる。どこで話してたんだろう、どこまで話したんだろう違う、携帯の問題じゃないと思う、多分ここが悪いんかなきっと、どうなんだろう、うん、ね、あとちょっと持ってほしいよね。インスタライブとか重くて繋がらなさそう。おばあちゃんの話してたよね。でなんか何の話しとったって、あ、そうビデオ通話してて、そうでそのおばあちゃんがね携帯最近変えたばかりだから、そのスマホに、だから携帯で最近その時に君どこをめっちゃ聞いてく見てくれたり、うわーミクが携帯に映ってるって言ってずっとガラケーやったけ見れんくて、だけど最近おばあちゃん YouTube よく見てくれてたりとか、なんかミクのショールームとかも入れて見てくれてたりして、そう嬉しいので、結構おばあちゃんいつもルンルンなんだって。でおばあちゃんとこの間昨日か一昨日あのビデオ通話 LINE でやったら、おばあちゃんビデオ通話のことあまり分かんなくって、おばあちゃんミクだよってヤッホー元気ってビデオ通話でこうやって話してるのに、おばあちゃんのさビデオ通話って分からんくてさ、ずっと耳に当ててるからさ、おばあちゃんの耳の穴の中がすっごい見えてさなんかおばあちゃんが結構「ミク元気にしとるね」って「もうおばあちゃんだよ」って言って「うーん」って言ってるけど、おばあちゃんなんかビデオツアーの存在わかんないからずっとこうやるからさ、おばあちゃんの耳の穴の奥底まで見えてさ、結構「おばあちゃん」って言って「おばあちゃんのねこれねビデオ通話だからね、あのね顔が映るんだよって説明したらね、え、なんてって結構こうやるからさ、結構耳が遠いからさ、ビデオ通話だからニカはこうやって話してるんですよ。だから結構おばあちゃんに声が聞きづらくて、だからミクがおばあちゃんつってこれねビデオ通話なんだよって言ってると、おばあちゃんがあ、そうねビデオ通話ってね何って言うから
おばあちゃんビデオ通話ってね顔が映るんだよって言って、おばあちゃんがあ顔が映るのね、どうねどうねミクって、おばあちゃんの顔やっと見れてそう、おばあちゃんリビングにおって、でそのワンワンたちがねいるよって言って、ほらマックスが来たよとか、のんちゃんがミクの声でこっちに来たよ見て見てっておばあちゃんが言ってくれて、わーマックスのんちゃんとか、ユウも元気にしとるみたいな話をして、その後におばあちゃんがなんかビデオカメラが嬉しかったんか、ミクミクんもんもんもってやってきたのそれがなんかすっごい恥ずかしくって、でその時ちょうどあの友達、私のその福岡の友達もお家に遊びに来てたから友達がめちゃめちゃ爆笑しててお、ばあちゃんがなんかアイドルの対応するんです、本当にもうもうっておみくんってやってやるから、みくんもそれがめっちゃ可愛くて嬉しくって、おばあちゃんもみくでもうもうおばあちゃんもうもうってやってんと友達がめちゃめちゃ爆笑しながら見てて、そうそう、でおばあちゃんに見て見ておばあちゃんミクのお友達だよ見て、おばあちゃんにお友達のお顔を見せたんですよ。でも友達はもう恥ずかしいからもうやめてよみたいな感じだったんです。そしたらおばあちゃんがなんて言ったと思いますか、その友達に向かってあんた誰ねってあんた誰ねって言ったんです。ミクは事前におばあちゃんミクのお友達紹介するねって言って見せてんのに、おばあちゃんあんた誰ねって言って、あんた誰ねって言って、おばあちゃんが言う、今日おばあちゃんがミクの友達だってばって言って久々になんかおばあちゃんとあの話して、そうおばあちゃんキンプリがめっちゃ好きなんですでも最近はヒカルさん、あの YouTube のヒカルさんが好きなのかな、なんか結構ねおばあちゃんはね結構ミーハーというか、なんかそうなんですよ。でもうーんわーってやってきて可愛かったですが面白かったです。でも結構最初に耳の穴の中がめっちゃ映ったのがねちょっともうびっくりしました。はい、おばあちゃんの握手会行っていいですか、だっておばあちゃんは結構あ太田先輩の愛ちゃんのファンで結構握手会に行ってたんですよ。家族結構握手会に行くから愛ちゃんの連絡並んでたりしてて、結構握手会行ったらおばあちゃんに会えるかもしれません、福岡のっていう話でした。そんなおばあちゃんの話したらバーバリン推しになりそう。待てやめだ、ミク推しになれ。もう40分経っちゃった。はい、じゃあここら辺でじゃあね、 TikTok このあと集合でコメント返しとかいっぱいして24時前とかにインスタライブやるのでぜひ来てください。あとはトレンド入りしますように。ありがとう田中美久、生誕祭の前夜祭をありがとうございました。写真撮っとこうっと。ありがとう20歳ありがとう。バイバイ。タワーもありがとうね。ランキング読みます。危ない危ない。13位はカン・スンホさん、12位ユウちゃん、11位ユウキくん、10位コウセキ、9位ミズッチやめたよあのそのアイコン、8位モリリン、7位カズ、6位リュッケ、5位ピースのおっさん、4位はシブタ、3位は銀地の剣、2位はアンの友達の青いタンミクリン推し、おびっくりした。1位はアオンナコミク推しミクリン解明、あすごい2人いると思ってびっくりしちゃったよ。ありがとうございます、ありがとうございました。大好きだよ、ありがとう、ありがとうって、こちらこそありがとうございました。まだまだ配信とかいろいろあるので来てくださいね。バイバイ。 TikTok 見てね、投稿してるので。